はいどうも皆さんこんにちは。今日は山口県下関市の JR 吉見駅に来ています。今回はまず龍王山に登って、そこから北へ進んでいって、最終的にはね、鬼ヶ城に登ってみたいと思います。目の前に見えるのが龍王山ですね。すごいなんかそびえ立ってますね。初めて龍王山に登った時、こちらのね、吉見川に降りていったのを思い出しました。ね、なのでね、なんか懐かしい気持ちになりますね。ちょっと険しいけど、頑張って登っていきます。ここね、展望台もあるんですけど、ハンモックもあって、ブランコもあって、あと懸垂できる鉄棒のようなものもね、設置されててありがたいですね。結構楽しめます。ああ、ハンモック、気持ちがいいですね。すごい、ブランコもあるやん。ブランコは少し不安定だったのでね、ちょっとだけ怖かったですね。よし、今日は僕入れて4人目ですね。ここね、4人目。そして龍王山に登頂しました。やっぱり嬉しいですね。
こちら先出ます。竜王山といえばやっぱりこの鐘ですよね。カン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 ってね、豪快に鳴らしてみました。気持ちいい。はい、分岐点に来ました。ここからね、頑張って鬼ヶ城の方に歩いていきたいと思います。わ、すごい急登。これね、横向きじゃないと無理ですね。こうやって慎重にね、カニ歩きみたいな感じでね、慎重にね。これが吉見峠かな。よいしょ。だいぶ登ったかな。よっしゃ、着いた。桜ヶ谷447メートル。山頂からの見晴らしはないですね。はい、3つ目のピーク、潮見岩に到着しました。よっしゃ、潮見岩473メートル、やった。ここは眺望があっていいですね。なかなかね、急登で、しかもちょっと道が分かりにくいですね。とにかく上を目指していきます。あ、道こっちあったんか。広瀬こぶ、広瀬こぶ、山マップで見たら一枚山頭って書かれてますね。眺望は全くないですね。現在標高400メートルって地点なんですけど、山頂までね、約200メートル、ひたすらこんな急登が続くみたいですね。恐るべし鬼ヶ城ですね。はあ、岩がね、いっぱいあるコースに出てきましたね。え、こんな感じなんですね、鬼ヶ城って。
岩がある分登りやすいですね。ずっとね土の斜面を上がるよりも。やりました。ついに鬼ヶ城に登頂成功です。嬉しいですね。最高。こんにちは。こんにちは。鬼ヶ城にもちゃんと鐘があります。では鳴らしてみたいと思います。こんにちは。ちょっと鳴らすんでうるさくなります。すいません。ちょっと鳴らします。どうぞどうぞ。どこからでいいのか。竜王さんから。あ、竜王から。はい、竜王。吉見駅から竜王さんの場所。よしよー。鬼ヶ城619メートル。ね、竜王山より微妙に高いんですね。お昼ご飯はおにぎりとパンにしました。なんか最近山に行ったらこの組み合わせばっかりなんですよね。ねえ、ほんと素晴らしい眺望ですよね。最高ですね。この急登の下りがすごくて、標高250メートルぐらいまで下ったと思いますね。いや、これはここだけのね、マップのよ。あ、そうなんですか。うん、まあ、よかったら。あ、じゃあ、ありがとうございます。いただきます。はい、うん、鬼ヶ城ガイドマップ。どこから来ちゃったんですか。僕、家は小倉です。あ、はい、あったあった、着いた。なんて読むのこれ、飛び顔詐欺詐欺顔飛び顔って読むんかな。548メートル。よし、無事下山することができました。やった。なんかある、鬼小屋。ああ、ガイドマップ。すごい描けるみたいですね。ご自由に。だよ。北九州ウォーカー。竜王山。梅ヶ峠って書いて梅ヶ峠って読むらしいですね。
さて、やっと電車が来ました。これに乗って下関に帰って小倉の家まで帰りたいと思います。整理券をお取りください。整理